皆さんこんばんは。こんばんは。ケムシとフです。お久しぶりでございます。特に僕はお久しぶりですね。本当ですね、はい、いつぶりですか。もう半年ぐらい経っちゃったかなですよね。パッパラッパーズになるみたいな動画、はい、以来かな。そうでございますね、はい。今日はですね、皆様にちょっと謝罪をしなきゃいけないなと思いまして、この動画撮っているんですけれども、はい、我々ですね、今年の2月ぐらいですか。そうですね、多分2月ぐらいですね、はい。この YouTube 上で皆様に僕らのグループ名を、決めてくださいと、はい、まあ、して4つぐらいの候補の中から、はい、決めてくださいと皆さんにお願いして、その中でパッパラッパーズという、はい、一つのアンバーですね、グループ名が、はい、いいんじゃないかということになりまして、じゃあそれでいきますと、気持ち新たにね、それでやっていきますと言ったんですけれども、ご存知の通り、ね、皆さんも同じ状況に、ね、いるとは思いますけれども、まあ、世間がコロナという未知のウイルスによって新たな生活様式をね求められるようになってしまい、ライブもろくにできないという状況になってしまいました、はい。で、我々ですね、パッパラッパーズに変えてから、まあ、一度もライブをすることがなく、結局そうですよね。このもう8月後半、はい、もうすぐ9月になりますけれども、もう半年経過してしまったと。で、で、いや笑わないでください。はい、すみません。謝罪ですから。謝罪動画でした。すみません。はい。でですね。すみません。はい。やっぱりその名前を変えて半年間も活動をしてないとですね、まあ、名前に対しての愛着というものが全くね、なんか全く持てなくて、で、まあ、今回、ふーちゃんはちょっと東京に来て、はい、今一緒に曲を作っているんですけれども、うん、これパッパラッパーズで出していいのかと、うん、なんか気持ち新たにというところに僕らのベクトルが回ってなくて、完全に外れましたね。外れてしまいましたので、ちょっと大変申し上げにくいんですが、パッパラッパーズという名前を、はい、なかったことにしていただきたいなと。どどん。はい。いやでもですね、まあその、はい、パッパラッパーズとして過ごした半年間、ね、短かったですけど、本当ですよね。まあ、ね、本当。まあでも、あの、楽しかったこともあったんですよ。そうっす、あった、あれ、あったっけ。辛いこともたくさんありましたけど。辛いことはいっぱいあったっすけど、いいこともいいことあったかな。特に変えてよかったなんて、ほら、ね、あ、やるぞって。そうそう、確かにね、気持ちはそうなりましたけど、気になったじゃないですか。うん、まあでも、うん、新鮮な気持ちにはなったんですけれども、やっぱり、うん、ちょっとモチベーションが今この状況、この世界の状況と噛み合わないということで、思い切ってね、はい、今回は、はい、そのパッパラッパーズ、皆さんがせっかく決めてくださった名前ではあるんですけど、はい、なかったことにしていただきたいなと。先生、バイバイ先生ってね、結構長い間言ったけど、はい、多分見てる人みんな、あ、そうなるだろうなとかちょっと思ってる人いるんですよ。いや、そんなことないよ。だって僕らはもうパッパラッパーズでしっくりきてた。東京でもう、ね、はい、おっしゃ頑張るぜって、はい、なってたでしょ。なってたよ、最初はね。なってましたよね、最初はね。行く気満々だったし、満々でしたよ、満々でしたよ。やっぱり行けなくなってしまって、はい、やっぱこの名前でいることに不安を覚えてしまったんですよ。逆にね、うん、何もなさすぎて。まだ一度でもライブをやれてれば、パッパラッパーズ名義でですね、ちょっとしたらね、
こうはなってなかったかもしれないんですが、ちょっと1回目やれてないので、ちょっと今回はもう本当なかったことにしてもいただいて、まあそう別の名前にね、はい、しようとしてるんですよね。はい、で、タイトルを見てわかると思いますけれども、はい、まあ今回は名前をちょっと改めさせていただきますという謝罪と、ご報告として、私たちの名前、新しい名前、今後の活動をしていくグループ名ですね、そちらの方を発表させていただきたいと思います。令和2年、2022年、うん、コロナ禍で世界大変だとは思いますけれども、我々、キムシとフー、はい、この2人で活動していくグループ名はなんとビート作るです。はい、ということで、はい、大変申し訳ございません。もう予想通りかもしれませんけどね、ちょっとね、僕もともとがグループ名を変えるって言ったのも、うん、そうよ、そのトツというビートツのトツという字が、はい、グッズを作る際に、めんどくせえと、ただただ個人的なね、個人的な意見ね、僕の個人的なわがままで名前を変えようかなっていうところがスタートだった。まあそうですね。なので、で実際に周りの友達だったりとか、はい、僕らの歌を聴いてくれてる人たちはやっぱりビートツって言ってくれるんですよね。そう、未だにね、結局なんかそっちでしっくりきてる、うん、なんならパッパラッパーズしっくりきてないでしょ、うん、誰も、あの、まあ、略し方もちょっと、そうね、パッパラッパーみたいな感じでやっぱりこうふわふわしてたんですよ。そうですね、やっぱりビートツクルー、あ、ビートツの2人だ、うん、ここまで、ただそうですよね、動画内とかレモンサワークエストとかでも、ちょっとこの辺に2個出しますけど、はい、レモンサワークエストとかでも、あの、どうもパッパラッパーズですって言いましたけど、全然しっくりきてなかった。あの時もパッパラッパーズ言ってたんだ。やっぱりね、ビートツ、どうもビートツクルーのケムシです、フレスクルフですって言ってる自分に落ち着くんですよね。そうですね。なのでちょっと長くなってしまいましたけれども、うん、今後は、改めましてビートツクルーですということで、はい、今後も皆さん、僕らのことはビートツと呼んでいただいて構いませんので、何だったんだっていうのはね、もうやめて、もうなかったことに、ね、して、もう、はい、本当水に流していただけると幸いでございます。そしてですね、はい、それだけじゃないですよね、はい、もちろん名前変えただけじゃないですよ、それはもちろん、そこの名前を変えようというところに至った経緯ですよ、はい、やっぱりね、僕らは音楽を作るのが好きなんで、はい、音楽を作ってて、やっぱりこれはビートツとして曲を出そうということで、うん、今回名前を戻すというのに伴って、はい、ビートツクルー新曲、うん、リリースさせていただきます。いや、はい、ということで、はい、3曲かな、3曲です、はい、3曲です。まだちょっと1曲目はちょっと教えられないんですけども、はい、まあ表題曲といいますか、うん、まあ、A 面と言われるやつですね、 A 面ですね、はい、グッドデイバッドデイという曲を、あー、ぽい、はい、リリースさせていただきます。ビートツクルーっぽいな。で、2曲目が、ソーシャル壁ダンシングという、はい、まあ、僕らっぽい歌になっておりますんで、はい、ぜひとも皆さんお楽しみにしていただければなと思います。これは Spotify とか Apple Music とかなんだかんだでね、サブスク、サブスク等で配信していきますので、はい、ぜひともお楽しみにということで、今多分ね、下でうっすら流れてるのが多分、うん、グッドデイバッドデイなんじゃないかなと思っておりますので、はい、皆さん今後とも我々ビート作るをよろしくお願いしますということで、はい、さあ、なんか言ったことありますか、まだ、まだあったかって感じですよね。そうですね、元さやに戻ったということ で、はい、よろしくお願いしますいやー、適当だな、もうこれが僕らですから。そうよ、そうよ、もうこれがね、ダメージだから、あの、適当がなくなったら僕らじゃないんで。そうだよ、やっぱり適当に生きてなんぼ、うん、適当にラップしてなんぼ、でもね、真面目にやってるから、はい、
あの、なんですかね、真面目に不真面目、解決ぞろりと一緒なんで、そうですね、よろしくお願いしますということで、歌動画最近ちょっと出してないのは、やっぱりこうやって楽曲の方をやってるということを皆さんに理解していただけたかなと思います、はい、決して別にゲーム実況チャンネルになりたいわけではないです。いやー、やりてーゲーム実況、はい、できればそっちの方も見ていただけると、はい、僕は嬉しいです、ね。今年実際終わると思います。ゲーム実況頑張ります、はい、どっちも頑張っていきたいと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。以上、ビートスクールのデムシとフーでした。さようなら、やっと言えたね。